東京までですと13時40分発ののぞみ号が一番早いですね。ありがとうございます。いってらっしゃいませ。彼の名前はタクアン駅員。ここパンタグラフ駅で働く若手社員である。真面目で優しいせいかいろんなハプニングに巻き込まれてしまう。好きな食べ物はお寿司、特に好きなネタはハマチ。回転寿司に行ってハマチしか頼まなかったこともあるのだとか。今日も何かハプニングが起こる予感。はい、どうしてどうして、どうされましたか。あの望みに乗らないと間に合わないのよ。切符はお持ちですか。まだ買ってないわよ。ではあちらの窓口で販売していますので。それで乗り遅れたらどうしてくれるのよ。え、私の友達吉田さんが事故に遭ったのよ。これでもしものことがあったらどうしてくれるのよ。では着いた駅か車内で精算してくださいね。分かったわよ。お気をつけて。なんか怪しかったな。どうしたんだタクアン。あ、先輩、さっきのお客様なんか怪しかったんですよね。どうしてそう思うんだ。友達が事故に遭ったって言ってたんですけど、やけに元気だったんですよね。しかもそのことを付け足しのように後で言ってきたんですよ。その感覚は大切だな。よし、追いかけてこい。え、本当かどうかその目で見極めてこい。刑事みたいですね。いいから行ってこい。発車しちまうぞ。行ってきます。バカな駅員ね。あんな簡単な嘘に騙されてるわ。彼女の名前は橋爪さん。見てわかる通り悪さばかりして周りの人に迷惑をかける天才である。この人がいる場所では必ず事件が起きるのだ。好きな食べ物はかぼちゃの味噌汁。しっかり煮込んでかぼちゃが溶けたぐらいが一番好きなんだとか。橋爪さんがいい人になる日は来るのか。ご乗車ありがとうございます。ただいまから切符を拝見いたします。え、なんでまたあの駅員が。ここで切符を買わされたら計画失敗よ。逃げるわよ。喫煙ルームに来たらもう安心だわ。ここで東京まで過ごすわよ。何企んでんだ。あれ、まだこのおばさんいるのかよ。東京に着いたら上野動物園でゴリラでも見ようかしら。怪しいな。失礼いたします。切符拝見しますね。すいません。どうされました。喫煙ルームにずっと居座ってるおばさんがいますよ。本当ですか。あいつに違いない。何か企んでるのかもしれませんね。ありがとうございます。すぐ行きます。僕も行きます。動物園の後は浮いたお金でもんじゃ焼きと日本酒で晩餐よ。お客様。何よ。どうしてずっと喫煙ルームにいるんですか。ここでバレたらおしまいよ。何か言い訳を。ああ、それがさっきそこの男に切符を燃やされちゃったのよ。いつの間に切符を買ったんですか。あんたじゃない、別の人に売ってもらったのよ。そうですか。不気味なこの男にタバコを吸ってる時にライターでやられたのよ。恐ろしかったわ。お客様、本当ですか。騙されないでください。僕のタバコは電子タバコです。はあ、電子タバコはライターを使いませんよね。どうやって火をつけるんですか。あれ、やっぱりそうでしたか。改札で切符を買わなかったのもこのためだったんですね。このまま喫煙ルームで東京まで乗り過ごし、近くの駅から乗ったと嘘をつき、お金を浮かそうとしてたんだな。くそ、私の計画が全て台無しよ。悪質な不正乗車とみて、パンタグラフ駅から東京駅までの料金1万5000円の3倍運賃4万5000円いただきますね。今すぐここでいただきますよ。払わなかったらどうなるのよ。警察呼びますよ。チュー。じゃあ逃げたらどうなるのよ。警察呼びますよ。チュー。ちゃんと払ってくれますか。えよ。じゃあちょうどいただきますね。あんたのせいで動物園ももんじゃ焼きも行く金がなくなったわよ。どうしてくれるのよ。あんたが悪いんですよ。今後はお金を浮かそうなんて考えないでくださいね。分かったわよ。この世にはびこる悪質な不正乗車はこのタクアン駅員が許さない。ちょっと駅員さん、何ですか。さっきのおばさんが子供のお金を盗んで逃走しています。あいつ、タクアン駅員の長い一日は続くのであった。